生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。この間な、うん、友達がね、彼氏探しで、Tinder に登録してんの。あ、Tinder、出会い系のアプリ。わかるやったろ、なんかその、そう、なんかその見てみたかったから見たらな、友達がめっちゃ違う人の顔になって。あ、そう、自分の友達が。そう、友達が Tinder でなんかめちゃめちゃ加工しすぎて、もう本人かどうかわかんないレベルになってんの。おるな、そういう人。おる。いや、おるじゃなくて、やばいやん、そんな。もうだって本人と会った時にちょっと衝撃が強すぎるやろ。確かに。で、そういう出会い系のやつはあんまり加工な、ビューティープラスしてんじゃないわよっていうね。ビューティープラスぐらいはいいんかな。やってんの？俺でいろいろやって、もうめちゃくちゃ加工ま、加工ま。そんなに加工まな？全部加工する。なんかなんなら休みの日とか、あのスターウォーズ、あれやか、スターウォーズのヨーダ？うん、あの緑のやつね。そう、あれを加工してる。なんかうちも結構アプリ持ってるんやけど、まあでもなんかインスタとかでさ、めっちゃなんかみんなこう写真をアップしたりするやんか、でなんか加工とかいっぱいしてるやん、顔のなんかいろいろ。それはね、まあ、加工してるのは今当たり前のさ、あの世界やけど、なんかそれ信じてる人もいるやん、いっぱい。信じてるかな、みんな。信じてないやろ。だって結構期待するやん。なんかあの肌綺麗ですね、何を使ったらそんな肌になるんですか。ビューティープラス。やっぱ信じてる子も中にはいて、それでなんかもっとコンプレックスになったり、逆に、あ、この子シワもなくて、もう毛穴もないし、もうすごいみたいな。で、その普段人間がそのなんかあっていいものが、もうこれはあってはいけないもの、おかしいみたいな。あ、なるほどね。感じになってきたりする。できない。だからみんな、だから TikTok とかもそうやんか、勝手に綺麗になるからさ。俺も TikTok 見てると、最近の高校生はみんな美男美女やなって。あ、そう思ってた。思っちゃうのよ。やっぱ信じてるやんけ。いや、信じてないけど、なんか TikTok ってさ、動くやん、映像が。で、私の世代は画像が加工されてるのは当たり前なのよ。でも動いてる動画が加工されるっていう感覚がなかったから、この加工されてる感じは動画やとさらに薄れてするねんけど、やっぱ動きながらも加工されてるやんか、 TikTok って。インスタグラムもだって最近そういう機能とか新しく入ってきてるもんね。だからそれを見ると、うわ、最近の高校生みんな、うち、私って高校生とか中学生みんなブサイクやったよ。自分も含めみんなブサイクやった。ブサイクっていうか、まあ、ブスしかおらへん。普通の顔やと。もうボケもせえへんこんなんやからみたいな。なんてやねん。加工あるじゃん、反対派？いいと思うけど、もう明らかに本当にもうなんか整形レベルに変えていって、でそれを私ですっていうのをもう完全にこう自分も信じ込んでるし、その、そういう人なんかいると思うねん。もう自分で加工したものをこれが自分なんだってもう信じちゃっている、その映像の中の自分が。でそれを世間にもこれは私ですってなってるけど、実際だと誰ですかみたいなとかっていうのも絶対ありえるわけやん。分かんない、コンプレックスに生むなんか原因にもなるんじゃないかな。じゃあ、あんたはその加工するのは大丈夫やと思って。俺は加工して人を欺くことはいいと思う、別に自分の、だってインスタなんて自分のなんかアートみたいなもんやん、アートとしての作品、やっぱ写真に。でそこにこうすごいこだわりが出てくるのはどうしても仕方がないし、なんかそれでその人がいいねいっぱいもらって自信が持てるんやったらいいと思う。けど自分がどんなにうまい加工をして、どんなにやっても、あの加工をしているっていう事実を自分は知ってるやん、でそれを忘れたらやばいぞと思う。でそれを忘れたらやばいぞと思う。それで自分の顔をさ、もうすぐ加工するようになるやんか、でなんだかこうだんだん、まあ、iPhone の中に加工された写真ばっかりが残っていくわけよ、で写真撮るやんか、ブサイクやん。まあ、ブサイクっていうか、いや、ブサイクやん、まあ、加工と比べたら。加工と比べるとね。で加工加工加工って、でも加工してんの忘れてる中にブサイクな写真があると、あれすごいブスに撮れたみたいな、あ
本来あるべき姿に戻そうってか形になるね。だから本当の自分にしている感覚になってくるね。要は加工して綺麗にしようじゃないの、ブサイクに取れちゃったから本来の私の姿に戻そうって感覚になってくるね。え？え、わからん？なんかすごい複雑。加工してある姿が本来の私だって、うん、私はいいえこういう姿だよって、あ、そういうことね、っていう風になってくるから、なんかそうなってくるともう自分のなんか容姿がどんなのなのかとか、もうなんかその辺の全部のことがすごい崩壊していく。なんかさ、いっぱいあるから、そのアプリいっぱいあって、そのどれほど変わるのかっていうのをちょっと見てみない？だから写真撮ろう、まずソーダで撮りますと。で、なんかもう一個のさアプリがあって、それがフェイスアップっていうやつなんだけど、はい、ハリウッド4かな、今からやるのが4かな、マックス強度、ちょっと誰誰やんだこれ、うん、やばくない？元のあれできるから、これがすごいや、全然ちゃう、誰で、このアプリはなんかいろんなのがあってさ、男性かとか、アリちゃんが男性になった場合、イケメンやん、めっちゃイケる、パパに似てるかもしんねん。で、あんたはどういう風なやつやの？普通のカメラで写真を撮る、あえて極端やねん、あのアプリでやってくるやつは。なんかね、自然に作れるなと思ったからビューティープラスを使いますね。で、なんか基本的にもしもニキビがあったら、まあ、ニキビ隠しとかでこう消します。シワ消しっていうのもあるから、ここでシワを消します。で、この時にな、なんかあんまりにもやった時のこのやった感がもしも出る場合がね、今これあんまないけど、もしも出る場合はニキビ隠しをあえてシワ消し用に使うの。要はレタッチみたいな、こうレタッチをしてそこからやっていくってこともできんねん。まあ、仕分けしである程度ここまでだったら、次肌磨き。肌磨き自動でやることもできるけど、うん、なんか自動やとちょっとって私は思っちゃうので、うん、肌磨きはマニュアルっていうのに変えて必要なところだけを磨こうというスタイルですね。で、何度もこういう綺麗にしたいところだけ当ててたらできるからな。まあ、でもそんな俺これ肌磨きいらんかなってちょっと今思ってる。こんくらいちょっと残ってたらそれでいいかな。で、顔はそれだけなんで、体痩せっていうのがあるんだけど、まあ、肩幅とかもし広くしたい時とかな、こういうのでちょっとこう、なんか本当にすごいな、もうなんかアプリが、ちょっと肩幅ちょっと広くしたり、首をねちょっと太く見せたい時とか、そうすると顔がよりちっちゃくね見せれるから、すげえ、何これ。そんなする必要ないけどな。で、こう逆になく体弱やねんけど、こういう輪郭周りをちょっと変えるのにも使っちゃいますね。で、これで唇が完成したから保存もね、うん、ちょっとしたいと思います。で、これだけじゃないねん、次もう一つのアプリに行きます。まだやんの？でな、ここからポイント、ポイント、そう、うん、まあこうやってな、言うて拡大したりとかした時に分かる人は分かんねん、加工してるって。あ、そうなんや。そう、そこでこの粒子ってやつ、これをな押してな、もうこれにするとな、あの加工したのが分からなくなんねん。まあ一旦ちょっとこの辺にして保存するな。そしたらほら、拡大したらな、うん、こういう風になるから。あ、じゃあやったところが見えない。そう、大げさやけど、まあこのくらいの粒子にしちゃって、もう証拠隠滅よ、これで。最低。そう、まあ、なんかこうインスタを見て、うん、
みんな美しいとかと思ってすごいコンプレックスになってるけど、そんなことない。もう外出て歩いてみ、電車乗ってみ、電車乗ってみ、みんなブスや、やめろや。もう電車乗って、もう自分に自信なくなったら電車乗ろうって決めてる。電車乗って自信つく。大体その車両ではまあ2位ぐらいにはなれるから2位ぐらい2位か3位ぐらいにはなれるからってランキングつけた。まあ、でも確かに電車の中にいるみんなが本当のみんなであって、そうよ、なんかやっぱインスタとかを見て、でなんかあすごいこの子美しい、この子なんかこんなに肌綺麗なんだっていうのはなんか今の時代では思わない方がいいかもしれない、ね。TikTok とか見てみたら美しいけど私はダメなんだ、あもう死ぬしかない、生きていく価値なんて私にはないわって思う必要はない、ね、じゃない思う必要はない、まあ思う必要は一切ないと思う。でもそもそもその幸せっていうのが話それるけど何か分からへんねんけど、美しくあるために美味しいご飯を我慢して、うん、食べたいものを我慢して、まあなんかその我慢に我慢を積み重ねることは、顔のなんか美容とかも大変やけども、その何か楽しくある時間をそれに使って、でそれで美しくなりました。美しくなって外歩くときにはすごい自信を持って外を歩いていますと、この状態は幸せなのかな。もしくはもう好きなもの好きなだけ食べて、もう酒をわーって飲んでって言ってテレビを見て、でなんかもう美容する暇があったら楽しいゲームでもして、でその状態も幸せやん。でもまあ外出たらブサイクやけどな。まあでも人生は一度きりで、そんなさ、いろんなその人生の中で全部我慢してさやっていく意味もない感じ。どっちが幸せかって分からへんねん。そうやね。だからな、自分の中では我慢して美しくなれるうちは、まあ、性欲が強いうちは、性欲強いうち、そうだから要は何の欲を、食欲を優先するのか性欲を優先するかって話でしょ、うん、ってなったら、まあ、性欲が強いうちは美しくあることを頑張って目指そうかなって思うし、でもだんだんもうそれも、まあ、ある程度老けてきたりしたら、なんか別に好きなことして好きなもん食べてっていう楽しみも選んでもええやんと思うねん。だから老けてきたら、あいよいよ美味しいもんが食べれるっていう楽しみ、これなんかその楽しみで生きようかなって最近ちょっと思ってる。いよ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 好きなことができるって、そうね、そういう老け方も良くない。でもそれ俺はそういう風に決めて、まあみんなは違うかも分からん、何がその人にとって幸せか分からんけど、でも老けるのをもうとにかく我慢して我慢してっていう、なんかその老けることが悪いことだっていう風に、まあ、どうしてもね思ってまうのは分かるけど、必ずしも老けるのは悪いことちゃう。まあそうよね、いいことももちろんあるし、まあだからね、あの分かってほしいなのは、あの毛穴うちもあるし、あんたもあるし、シワもあるし、ニキビもできるし、そんなに綺麗じゃないよっていうこと。もう今の高飛車発言よ、これ高飛車発言やんな。こんなに美しい私だってポテト食べますって言ってるハリウッドスターと一緒。なんでもうアリアナグランテとかがポテトフライ食べてる写真をわざと載せるのと一緒。それちゃうわ。なんだ、我々ブサイク族からしたらさ、なんでやねん。そんなんあれやで、もう腹立つで、もう腹立つのに、なんでやねん。